ガーランド軍は、アメリカ合衆国アーカンソー州に位置する軍である。2000年現在、ここの人口は88,068人である。ここの軍庁所在地はホットスプリングスである。ガーランド軍は1873年4月5日に、設立され、第11代アーカンソー州知事、オーガスタス・ガーランドの名を取って命名された。アメリカ合衆国統計局によると、 この軍は総面積1903平方キロメートルである。このうち1754平方キロメートルが陸地で149平方キロメートルが水地域である。総面積の7.81%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この軍は人口88,068人、37,813世帯。 および25,259家族が暮らしている。人口密度は50平方キロメートルである。26平方キロメートルの平均的な密度に44,953件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人88.85%、アフリカン・アメリカン7.80%、先住民0.61%、 アジア0.50%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種0.72%、及び 1.、混欠1.49%である。人口の2.56%がヒスパニック、または、ラテン系である。この軍内の住民は21.30%が18歳未満の未成年、18歳、以上24歳以下が7.30%、25歳。 以上44歳以下が25.20%、45歳以上64歳以下が25.10%、および65歳以上が21.20%にわたっている。中央値年齢は42歳である。女性100人ごとに対して男性は94.40人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は90.80人である。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は3万1724ベ米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は3万8079ベ米ドルである。男性は2万8117ベ米ドルに対して、女性は2万421ベ米ドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は1万8631ベ米ドルである。人口の14.60%及び、 家族の10.50%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の22.70%よび65歳以上の8.60%は貧困線以下の生活を送っている。ありがとうございます。